一杯飲めかへん。居酒屋どないですか。彼女できたんやって。適当に回るか。どこ行くねん。今日はパーンと言ったろ。まあ、金はのかけばもんじゃないよ。どないでっか。飲んでってや。なあ、どこ行くん。そこから寄っていきましょう、居酒屋。行くぜ。いらっしゃいませ。ありがとう。お前みたいなのは蹴られてもしゃあないね。おのれの足くさすぎんねん。邪魔や。
星で生まれたり、金なら、おい、おなれ、どないでっか、居酒屋逃げんなよ、ボコボコにしたるで、何やって？
ああ、
Charles!
そこの。あれ。おい、待てや。いらっしゃいませ。ありがとうございます。くれてもバーチ当たらんやろ。うちに構わんといて。なあ、え、はあ、え、いや、
諸君流のプロレスを守るべく戦い続ける藤森。この昭和戊辰戦争とも呼ばれる金銭プロレス対 CWF の長きにわたる戦いは、ここ神奈川文化体育館で終焉を見るのでありましょうか。リング中央に陣取る藤森、キックや関節技などの近代兵器で武装した CWF 軍に包むのか、ただの外敵を関係なく。それほらワクワクですやん。
でも諦めてください。この人止められへんのですわ。痛そうやな。かわいそうになってきた。いや、オナ意識飛ばすまで蹴ったるわ。許して。なあ、
はい。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。遊ぶ金を欲しいって許してください。どこ見てるんや。金ならあんで。お願いします。お願いします。ほらやっていきましょう。居酒屋。
やってみません？何やって？いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。Take that.
化け物かよ。なんで観念してください。風にはお気をつけください。そこの顔が気に入らんのや。なんなんや。
気に入らんな。あんなんや。遊ぶかよ、もしせって許してください。いらっしゃいませ。なんちゅうアジや。ありがとうございます。気に食わねえ。邪魔や。あ？なあ？お前、うん、あ？あれ、出せ。後悔すなよ。
て。Yeah!
ありがとうございました。メッシ何台でもいけるわ。妨害せな。さあ、もう気付けてよ。のう、もしもし。ああ、もしもし。どうもこんにちは。俺、五郎言うんやけど、そっちは？うち？あっこ。あっこちゃんか。あ、なんや、元気なさそうやん。もっと楽しくおしゃべりしようや。せやけどめっちゃだるいんやもん。久々に学校行ったけど、速攻で受けてもうた。なんや自分、ひょっとして女子大生？うん、そうやけど。あこちゃん、テレクラにはよく電話しとんの？せやな、うち退屈なんが嫌やから、
遊んでくれはる人を探してんねん。ほな、外で会ったりとか？ドキドキな。会う会わへんはどないして決めとるんや？まあ、お腹空いてる時とか？元気やな。飯をおごってくれたら相手は誰でもええんや。別に誰でもええってわけやないけど。あ、そうや、五郎さんやったっけ？五郎さん、入れ墨してはったりせえへん？入れ墨やと。うん、うちそういうのちょっと興味あんねん。しとる言うたらどないする？え、ほんまに？ほんまにしとるんやったらどんな柄なんか教えてくれへん？なんでそないなことが気になるんや。うち絵の勉強してんねん。せやけど入れ墨なんてめったに見られへんや。せやからもし入れ墨しとる人がおったら実際に追って生で見せてもらったりすんねん。般若や。え？俺のせいには般若が入っとる。そうなんや。般若か。ところでアッコちゃん、俺からもちょっと聞きたいんやが。ん？何？牧村誠って知っとるか？ごめん、切るわ。ちょっと待ってくれ。何？いやな、俺実はフリーのライターやっててな、牧村藩のこと興味あんねや。それで牧村藩を知ってる人から話聞きたいな思うててな。アコちゃん、牧村藩のこと何か知っとるんか？せやったら超大手話聞かせてもらえへんやろうか。ああ、もちろん俺はするで。絶対アッコちゃんにも牧村藩にも迷惑かけへん。どうやろか。ほんまに？ほんまや、ほんま。わかった。せやったら今から岩尾橋に行って。岩尾橋やな。五郎さんはどんな格好してんの？グラサンに黒のジャケット、髪や長髪を後ろで結んどる。目立つからすぐ分かると思うで。分かった。ほな今から岩尾橋で待っとるで。絶対来てや。そしたら後で。Thank you.
ぞ。危な。すみません。今勘弁してください。それええやつや。なんかすごいや。
ました。なんやこれ。返さないよ。私バカでした。よろしてください。いらっしゃいませ。
とうございました。あんたが五郎さん？あんたがアッコちゃんか？よう来てくれたな、おおきに。ひょっとして芸能人やってことバレた？え？しもた！やっぱりこない変装しても分かる子には分かってしまうか。自分のハンサム顔が憎い。あーええってサインやったらなんぼでも書いてあるから、みんなには内緒にしといてな。うちも考えすぎか。こないアホな人が例の人なわけちゃうもんね。例の人やった？なんでもない。優しそうな人で安心したわ。うちがアッコ。ほな早速やけど、そこらで茶でも飲みながら話聞かせてもらえるか？お茶？うちお腹減ってんねんけど。そしたら飯にしようか。何食いたいん？うちお寿司食べたい。寿司か。やっぱり女子大生ともなるとええもん食うてるんやな。今時女の子とデートするんなら予算5万くらいないと話にならんわ。五郎さん社会人ならそれくらい持っとるやろ。当たり前やないか。学生が見たこともないような豪勢な飯食わせたるわ。ほんまに？五郎さん分かっとるやん。よっしゃ、ほな寿司屋に行こうか。何握りやしょう？ほな1万くらいでお任せするわ。あと今日のええとこお作りにしてくれ。あ、ウニとイクラは絶対入れてな。いいよ。五郎さん飲まへんの？一応仕事中やからな、今はやめとこ。それよりアコちゃんの話聞かせてくれ。大学生にしたら随分慣れとるようやけど、この辺の店よう来るんか？割と毎日？毎日？なんや、そないノルマ厳しいんか？ノルマ？そんなんあるはずないやん。いつでも好きな時にやれるのがこのバイトのええとこやん。いやいや、バイトっちゅうことはつまり誰かから依頼されてやっとるわけやろ？その元締めが例の牧村はんやろ。聞いた話やと女子大生にテレクラで男捕まえさせてその稼ぎをかっさらっとるらしいやんか。は？誠さんはそんな人とちゃうし、う
ちらほとんど男の人にご飯とかおごってもらうだけやし、誠さんも稼ぎよこせなんて言わへんよ。あ？っちゅうことはあっこちゃん売りとかしてへんの？当たり前やん。ひょっとして五郎さん、今は取材なんて嘘で初めからいやらしいことが目当てやったとか。せやったら悪いけど、なんぼおごってもろてもホテルとかついていかんで。ああちゃうって、そういうつもりとちゃうねん。ただ俺はそういう噂を耳にしたもんやったから。ほんまに？まあそれが賢明やね。うちに何かあったらうちで済まへんから。あ、それは一体どういう。はい、小肌。おいしそう。ほな、いただきます。お代はこちらになります。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ごちそうさま。おう、ほな行こうか。さて、腹ごしらえは済んだな。そしたらさっきの話の続きを。あ、うちあそこ行きたい。今度はどこや。ゲーセン。ゲーセンってゲームセンターのことか。不良のたまり場やないか。ま、家で女の行きそうな場所ではあるが。最近のゲーセンはちゃうねん。かわいいぬいぐるみとかあんの。ゲームセンターにぬいぐるみ？どういうこっちゃ。行ったらわかるわ。ほら、はよ行こう。しゃあ、うん、ほな、ゲームセンターに行くか。仕事場やな。もっとちゃんと遊ばな。女の子に似てへんの。気ぃつけるわ。あ、ほら、あれや。UFO キャッチャー？なんやこれ。このボタンで中のクレーンを操作してな、ぬいぐるみを穴まで運んだらもらえるね。こんなんが1回100円やと？アホらしい。どうせそう簡単には取れへんようになっとるんやろ。普通に店で買うた方がええんちゃうか。何言うてんのや。よそで売ってないからここで取らなあかんのやな。お金で何でも買える思ったら大間違いやで。っていうか、お金はうちが払うから五郎さん代わりにやってや。うちこういうの苦手やねん。あ？なんで俺が。誠さんのこと聞きたいんとちゃうの。しゃあないな。ほな一応やったるやないか。取れたで。これが欲しかったんやろ。めっちゃ嬉しい。五郎さん、ありがとう。
まざっとこんなもんや。あ、それで牧村藩のことなんやけど。このようなところで立ち話すんの？どこか落ち着いて話せるとこがええわ。ま、それもそうやな。おな、出ようか。ほな、次はディスコや。ディスコ？あんだけ食った後でよう踊る気になるな。実はさっき電話でビップルーム予約してん。うちな、一度でええからビップルームに入ってみたいって思ってて。いつの間に予約しとったんや。人の金を思って好き勝手してくれるな。文句言わんの。連れてってくれたらそこで誠さんのこと話してあげるから。うまか？まあ、そう言われたら断れんな。ほら、行こうか。はよ、行こう。あそこにそれは感じた。いったいわ。五郎さん、ぬいぐるみ取るのうまいな。あんなすぐ取れる人初めて見たわ。あないなもちょろいもんやったで。時間あったら店中のぬいぐるみ取ってるわ。ほんま？ほんなら今度一緒に行くときもっといっぱい取ってな。任せ。なんや。
なんかめっちゃセレブって感じするわ。言うても2人で来たってしゃあないやろが、こないなとこはもっと大人数でシャンパー開けてパーッと楽しむもんやで。そんな友達おらんもん。そうなんか、そら意外やな。親と喧嘩して家出するような不良娘と仲良して止めてくれる子はめったにおらんし、おってもその子の親に追い返されるし、今のバイトで知り合うた子とかもおるけど、普段から連絡取って遊ぶような友達とちゃうし、せやからみんな仕方なく街で男捕まえてホテル泊まったりするけど、やっぱり危ないことの方が多いし。牧村誠っちゅうやつは、そないな行き場のない子が夜の街で妙なやつに悪さされんように仕切ってるっちゅうことか。せやけど中には危ない客もおるやろが。せやから、そのような人に会うたときは、
すぐに誠さんのポケベルに連絡入れんねん。そしたらすぐに飛んできてくれはるから。ああ、そういえばさっきもそないなことを言うとったな。牧村っちゅんはそない喧嘩が強いんか。強いなんてもんやないって。筋肉もりもりで背もめっちゃ高いし、大抵の人はカッコ見ただけで謝って逃げるわ。ほう、そらごっついの。あ、うち踊ってくる。なんや、ビップルーマンもうええんか。ディスコに来たらやっぱり踊らなそうやろ。うちお酒飲めへんし。そういうとこはまだまだやな。ちょっと話してえな。やっと見つけたで。自分の出入りしそうなとこ片っ端から張ってたらいつか会えると思ってたわ。何？うちに一体何の用や。とぼけても無駄やで。この前の礼させてもらおう思てな。俺に散々怒らせた挙句、そろそろホテルに行く頃やっちゅう時にごっつい男呼んで俺をボコボコにしてくれたやんな。あんたが悪いんやろ。うち見たんやで、あんたが飲み物に睡眠薬混ぜてたの。そんな男についてくはずないやん。なんや、今日はこの前の男はおらんのか。おらんのやったら呼んでもかまへんで。その代わりこっちも人連れてきとるからな。あんた最低やな。なんとでも言えや。待ちや。ああ、なんやわれ、自分もこの天のおもりなんか。何勘違いしとるんだ。俺はそない女のことなんて全然知らへんで。ただお前らが邪魔やから言うとるみたい。何やと。ディスコ言うたら踊る場所やろ。女ナンパしたいんやったらドンスでええとこ見せたらええよな。今から俺が手本見せてやるさかい。そこどいて場所開けや。アホ抜かすのも大概にしとけや、このボケ。そない踊りたいんやったら踊らしとるわ。ただし俺らのサンドバッグとしてな。おう、表出ろや。いてもうたる。こんなもんや。せやけど男を出しにして金稼ぐもほどほどにしときや。今たまたま俺がおったけど、いつでも例の牧村藩を呼べるとは限らんやろ。言うても誠さんいつもすぐ近くにおるからな。呼んだらほんますぐ来てくれんねんで。そうなの。誠さんな、普段整体師やってはるの。小福町南にあるほぐし会館ってお店。ほんまか。そしたらそこ行ったら本人に会えるやろか。多分な。
あこちゃん、今日は大きいな。ほんまに助かったわ。ほな、こっから先は本人に取材してみるわ。あ、うちが言うたってことを内緒にしてな。五郎さん、ええ人やから特別に教えたけど、ほんまは誠さんのこと内緒なんやから。わかってる、わかってる。せやけど、ほんま信頼しとるな、マキオラ。そらそうや。あの人おらんかったら、うちも今頃どうなってたかわからへん。そら、さすがに褒めすぎたちゃうか。こんなに優しゅうするのも、何か下心あってのことかもしれへんやないか。そんなん絶対ないって。蒼天堀には、誠さんに救われたって子めっちゃ多いんやから。男に騙されて、ひどい目合わされて、自殺寸前のところを救ってもらったって子もおったし。うちらにとって、ほんま神様みたいな人やねん。かなえええ人疑ったら、罰当たるわ。でもただ一つだけ、誠さんから頼まれてることがある。頼まれてること？もしお客さんの中でコウモリの入れ墨をした男の人を見たら、すぐに教えてくれ。コウモリの入れ墨をした男、誰なんですか？うちも詳しくは知らへんけど、誠さんずっとその人を探してるみたい。誠さんから何か頼まれることなんてそれくらいしかないから、バイトしてる子はみんな協力して探してるんや。なるほど。それで最初俺が入れ墨しとる言うたら食いついてきたんか。そういうこと。女を使って男を探してるか。あ、あかん。そろそろ次の人と待ち合わせの時間や。次やと？まだ遊ぶんか。ほな、うちはこれで。バイバイ。たまにはうちに帰れや。気が向いたらな。Yeah.